西村経済産業大臣は今日次世代半導体の新たな量産拠点と研究拠点の設立を正式に発表しました。国が700億円を支援し、日米で開発体制を管理していくとしています。微細な最先端の半導体の開発について、アメリカをはじめとして各国と連携をしながら、有志国と連携をしながら取り組んでいく。その大きな一歩がこの技術研究組合 LSTC の設立でありラピダスへの支援である西村経産大臣は次世代半導体の製造基盤を強化するため新会社におよそ700億円を補助すると明らかにしました新会社ラピダスはトヨタ自動車、NTT、ソニーなど大手8社が出資しています また経産省は東京エレクトロンの東哲郎前社長が理事長を務める研究開発組織 LSTC も年内を目指して立ち上げ日米で合意した共同研究開発の中核を担うとしています。